いろんな人員が入ってきているということはあるんですけれども、それぞれがどのような課題をこなせばいいのかということを大まかにしか伝えられていないという部分がいくつか確認されました。人の数はいるんだけれども、それぞれが何をやっていいのかということを具体に詳細にちゃんと指示をして、それを集約してというような、なかなか動き出せていないという状況。そういった時に相談をされるのは誰なのかってことなんですけれども、残念ながらというか本当に申し訳ないんですけれども、民間の腕の覚えにある NPO の方々に対して相談があると。実質現場のそういったところに関して、様々な知恵を出し、様々絡まった糸をほぐそうとしているのは NPO の方だったりボランティアの方だっていうことになっちゃうんですね。いつまで民間に甘え続けるのかということだと思います。